ケアゲ浄水場の急速ろ過地。ケアゲ浄水場は日本初の急速ろ過方式を採用した浄水場である。急速ろ過は都市部の水道水を供給するための浄水場で広く使われている多段階水質浄化システムの一部としてろ過の方法である。急速ろ過は1896年にアメリカで初めて使われ、観測ろ過と比べると必要な土地の面積が少ない。 ため、1920年までには、大きな都市浄水上で広く使われるようになった。急速ろ過は、比較的荒い砂や砂利を使って、水中の不純物をろ過する方法であり、ろ過をする前に、硫酸アルミニウムやポリ塩化アルミニウムなど、凝集剤によって細かい粒子を凝集させ、フロックを形成させることで不純物をろ過しやすくする。水とフロックは、ろ過剤の中を重力によってあるいは、 ポンプの力で通る際に、フロックが砂の粒子の間に捕捉されることでろ過される。ろ過処理の前に、通常は混合、フロック形成、沈殿の処理がされる。凝集剤のような化学薬品がろ過システムと共に使われる。ろ過の後には、通常塩素やオゾンによる消毒処理がされる。急速ろ過装置は頻繁に洗浄をする必要があり。 通常は1日に数回水を逆方向に流す、逆洗いをする。逆洗いでは、ろ過剤が液状化するために、ろ過剤を流し去らないように注意が必要である。急速ろ過は、大きな自治体の水処理システムの一部として、典型的に使われ、複雑で高価なシステムであるため、小さな自治体や開発途上国には、先進国の大きな自治体と比べると適さない。ありがとうございます。